石の文化を世界に広めるというコンセプトで積極的に海外展開を進めているストーンマーケットと中村社長。4ヶ月前に上陸したばかりの韓国で早くも2号店がオープンしようとしていた。そこで今回のカウ TV リポートでは同社の繁盛店作りの秘訣について中村社長を直撃します。商品は、客層は、ポップは、接客は、動線は、数々のディベロッパーからラブコールを受け続ける理由とは一体何なのか。ストーンマーケットのビジネス繁栄の秘密に迫ります。ロッテモール金浦空港のオープンを前日に控えたこの日、売り場ではストーンマーケットのソウル2号店の開店準備がほぼ終わっていた。おなじみのスタッフ倉光マネージャーと石川インストラクターの2人が応援に駆けつけていた。やっとグランドオープンにこぎつけました。私も非常にいい店ができたと思っております。買い物っていうのはやはりすごく楽しい、みんなが楽しむものなので、それのお手伝いを明日から、一生懸命頑張ってください。2店舗目のこのストーンマーケット、ここからまたいい店できたんで、みんな明るくいてください。韓国内でも釜山やいろんなところどんどんまた広げていきますんで、まあここがまた今核となっていきますんで、皆様元気よく明るく頑張ってください。じゃあ明日頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。はいよ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、頑張ってください。ストーンマーケットではおよそ4ヶ月前にソウル市内のシンドリム駅に建設された D キューブシティに韓国初出店を果たしたばかりだ。その時は天然石の文化が全くと言っていいほどない韓国で、出店が吉と出るのか凶と出るのかというハラハラドキドキの進出だったが、実際に蓋を開けてみると韓国人の反応は上々だった。そうした反応もあって今回韓国最大の百貨店財閥ロッテから出店のラブコールが来たものだった。店舗チェックをする中村社長や高島部長にも心なしか余裕が見られるようだ。とにかく一生買ってる人はもうたくさん増えてるからね、うん、だから一生本当ブレスとか多分つけるのは今からまだまだどんどん増えてるんじゃないかなと、はいはい、今から石屋さんというのがちょいちょいまたうちを見たのも出てくるんじゃないかなと。まだ出てきてないですか。なんかポチポチなんかあるような感じがなんだけど、まあちょっとよくわかんないけ ど、まあ今から出てくるのかな。なるほど。いよいよロッテモール金浦空港がオープンした。このロッテモール金浦空港はデパートと大型スーパーマーケット、ショッピングモール、そしてホテルに映画館、文化センターなどが揃った複合商業施設だ。地下6階、地上9階建てという韓国最大の巨大な施設である。急速に拡大する韓国経済を象徴するかのように、内装や商品の陳列も日本の高級デパートに引けを取らないような豪華さとなっている。韓国では今ショッピングモールがこれまでの都市型からさらなる発展を遂げようとしている。それは国際空港の集客力に着目しようというもので、今回のモールは金浦空港の国内線と国際線ターミナルのちょうど中間に建設され、消費意欲の高い旅行客を狙った立地戦略となっている。金浦空港は東京や大阪、北京、上海などと直行便で結ばれていることから、韓国がいわば官民を挙げてアジアマネーの獲得に乗り出してきた一つの表れと言えそうだ。ストーンマーケットソウル2号店はロッテモールの地下2階、ユニクロと H&M の目の前という絶好の立地条件にある。もともと隣のショップの一部だったところをデベロッパー側の意向でスペースが割かれ、その場所に入ってほしいとのラブコールを受けての出店だったという。今私の後ろに見えますのが今回オープンしましたストーンマーケットのソウル第2号店です。この場所を説明しますと、すぐそこがですね、地下鉄の金浦空港駅、駅から直結した入り口のすぐにあります。そして入ってきて左手に振りますとユニクロがありまして、その右手には H&M というですね、
まあ、世界的な有名店、人気店が居並ぶその一角にですね、オープンしたのが今回のストーンマーケットソウル第2号店です。こうした非常にいい高立地な場所に出店できる背景には、5点といいますか、ディベロッパーサイドからの高い評価が必要なわけですけれども、今回はそのストーンマーケットの世界共通の繁盛店作りの秘密に迫りたいと思います。中村社長にストーンマーケットの店作りの秘密について聞いてみた。石イコールやっぱりお守りでありながらファッションだと、いろんな客層が取れるということ、そして単価も値段も安くていいクオリティのものがある。やっぱこれがやっぱり一番、まあ、ユニクロだってそうだ、安くていいクオリティのものがあるから売れてるわけであってからさ、メッキ物のアクセサリーであったりとかプラスチックのアクセだったら客層幅広くない、多分若い年齢だけど年配者入ってこないんです。ここにいっぱいこんだけ出てるけれども、ここに出てるのは全部各1だから種類がいっぱいあるってことなんです。でも全部あと残りはストックに行ってるわけであって、ここに見せてるっていうものは全部各位置でこんだけ商品がいっぱいある。それ考えるとこの商品っていうのはすごい量だ。だから種類が豊富、石が豊富、まあそこら辺がやっぱりうちの一番の特徴だから。生産直小売りじゃん。生産でもう全部うちが作って、間を何も通さず全部うちのもうお店に入って売ってる。こういう家具とか内装のこういう。全部この佐賀もそうだけれどもさ、ああいう海外も全部うちが発注して作ってるから、本当店も全部作る、商品も全部一から作る、全部うちで作ってるから一貫性と楽しさが絶対出てると思うんで、来てくれたお客さん本当楽しませてあげれば、たとえその時売れなくてもまた次絶対さ、あ、そういえばあの時あの店であんなのが良かったなとかさ、特にうちの場合は石に意味があるから、あ、そういえば購入者があそこにあったなと思ってまた思い出して絶対来てくれるから、だからそういうふうにもうとにかく一回とにかく通った人たちを楽しんでもらえれば一番いいのかな。今ここはさ、入り口が本当2つかない、間口が狭くて奥長いバージョンなんで、一応もうこっちとこっちを分けて、こっち側がやっぱりもうレディースでガーッていいんですよ。でもうちだとこっち側は趣味的な部分で、真ん中はこれでうちのこれタンブルって言って主力なんだけれども、これがもう一つのお守りの石、もうだいたい今ね、この間の DQ もそうだけど、こっからやっぱり入ってるんだ、やっぱこれが売れて、ここでまた意味を見て、こっからお客さんがこう長居してどん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 中に引きずり込まれていくという、ここ作りコーナー、自分の合ったこの石を選んで自分のオンリーワンの商品、まあ、ここは本当に楽しむところでありながら、やっぱりお客さんを滞在させると、やっぱり後ろにお客が溜まっていると外から見てもさ、人入りやすいから、やっぱりどん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 お客さんを中に入れるような工夫が、だから奥に行けば行くほどちょっとこうだんだん明るく派手にしてるし、だから本当にお客さんにさ楽しんでもらうだけでもいいよ、今すぐここ売ろうとかする売り場じゃなくて、とにかくいかにお客さんに楽しんで、もらえるか、テーマパークです。ここはもう少しでも分かりやすいように、もう一個一個に全部にポップが貼ってあるから、とにかくこれでもう本当にまずお客さんも分かりやすく意味を見ながらこれで買ってもらう、あともう一つはやっぱりこのポップを見ながらお客さんに長居してもらう、とにかくこうやって1個見ちゃうと次々見たくなる、ここにポップを二重タグっていう風に、1個この水晶だったらこっちにもう水晶の意味が全部書いてあるから、もうこの裏にも全部書いてあるから、もうこの商品を持ったらこの時点でこの石はどういう意味かっていうのがもう分かるようになってるから、やっぱり脳裏に残るんだわ。接客っていうのはさ、その時で買わなかったらもう終わってしまうから、でもこうやって見てて、例えばあ、これが金運主なんだ、これが幸運主なんだ、あ、これが恋愛主なんだって思って、その時買わなかったよ、家に帰ってからなんか嫌なことがあったりとかなんかすると、はい、あ、これ確か幸運の守り主があったなって、だからその時売れなくてもまた戻ってきてくれるんよ、思い出して、じゃあ帰って売り込まないことがいいわけですね、うん、反対にどっちかというと、だからあくまでうちのスタッフに言ってるのは、あくまでももしも接客するとしたら商品の説明だけでいいと、はい、別にこれが勧める、はい、ブレス買いに来た人にネックレスも指輪もどうですかって勧めるんじゃなくて、はっきり言って石の説明と、あとはもうあの商品の説明をしとけば一番、あとはみんなポップを見て脳裏に残ってる。今回とかやっぱり前回とかすごくいい場所、そうですね、やっぱり決め手の一つ、そうですね、やっぱりみんなやっぱりね、やっぱりどうしてもうちの場合衝動買い的な部分があって、うんうん、目的買いというか衝動買い的な部分が多いから、まずお客さんの目につかないといけないから、だからやっぱりそういう部分ではやっぱり人通りの多いところとか、それから目につく場所にだったら、特に知らない国なんかやっぱりまだ怖いからね、うん、
どうなるか分かんないから、とりあえず人の目につくところに出さないことには意味ないからです。まず探してまで来てくれるっていうタイプの商品タイプではまだうちは違うからですね、まあそこまで特に新しい国なんかそこまでのブランド力はうちの場合ないから、だからそういう意味では本当こういう H&M とかユニクロのやっぱりスパイス的な部分になってるから、まあ一緒にこういうふうにくっついていければいいのかなと。場所はやっぱし、やっぱりいい場所を言ってくれるところにはどんどん積極的に出していきたいなと。ストーンマーケットのビジネスモデルにはこのように老若男女のお客さんを喜ばせる強みが幾重にも重なっている。その上カジュアルな価格設定ながら粗利益率は高いという強みを兼ね備えている。そうしたことが短期間で日本国内に120店舗海外6店舗もの高収益な店舗群を形成してきた大きな理由であり、そこに今世界中のディベロッパーたちの視線が集まっているのだ。今回の店舗も実はもともと決まっていた隣のテナントの一部を少し削ってまでぜひ入ってほしいとのラブコールがあったそうだが、そのいきさつについてロッテモールの責任者が語ってくれた。 The Korean woman saw the Japanese magazine so they have interest about the natural the stone so as to make his own necklace or bracelet. It is a trend of in Korea. Yeah, so it is stone market is the best shopping maybe. Yeah. So this is the what can talk is the shop is large. So we need some place for the stone market. So I apologize to this shop. Please let have some place for the stone market. So the other the shoppers agree to the share. What did you say? Did you say? Oh, I'd appeal to this the shop. If you have some better shop next by your shop.You can go win-win. Yeah. So they admit our proposal. 本当に一番いい場所をね、無理やりもう3ヶ月前、オープンの3ヶ月前だったんだけれども、無理やり開けてくれてね、うちを誘致してくれたし、手応え終わりですね。やっぱり繁盛店を作るのはやっぱり全世界やっぱり共通ですね。本当にやっぱりお客さんのことを考えて、まあ本当楽しんでもらうということを考えてやれば、これはもう日本関係なく、もう全世界どこに行っても一緒かなと思いますね。中村社長の期待通り。今回の店舗もオープンの直後から大勢のお客さんでにぎわった。老若男女幅広い客層が集まって石のアクセサリーに対する関心は上々のようだ。ところでストーンマーケットにとって企業秘密と言ってもよいこうした店作りのコツを今回なぜ中村社長は私たちに明かしてくれたのか、その点を尋ねると日本へのこんな思いを語ってくれた。今回の韓国をはじめ中国やタイといったアジアの国々が今ものすごい勢いで成長している一方で、日本だけが元気がないと言われています。そこでうちのノウハウを公開することで日本の企業にエールを送りたいと思っています。それがひいては石の文化の広まりにもつながってくれると信じているんです。最後にストーンマーケットの2012年の展望について社長に聞いてみた。まあ、今回本当場所もね立地もすごい良かったしね、前回と違ってもうだいぶ慣れたんで、まあ、結構かなりスムーズにオープンできました。石っていうものを本当みんながつけてくれるような、まあ、本当新しい文化をと思ってきたんだけれども、まあ、本当みんながこう石を求めてストーンマーケットに買い物来てるんでですね、まあ、そこら辺がすごい良かったかなと、まあ、本当デベロッパーからもかなりの、ね、要請を受けてるんでですね、まあ、本当海外特にこの韓国に関してはもう本当10店舗近くは、まあ、すぐオープンになるんじゃないかなと。まあ、それに伴ってやっぱり今いろんなね世界中の DCM チームからいろいろオファー来てるんで、まあアジアで言えば今から中国そしてシンガポールっていうのはもうどんどん来てるんで、ここら辺のアジアをもう元気のいいアジアの国は全部攻めていきたいなと思いますね。じゃあやっぱり一生広めるというのもありますし、本当楽しい売り場作りと楽しい商品作り、そこら辺をもう一生懸命頑張ってお客さんと、まあ、一緒にいろいろとアイデアを出しながら新しい、まあお守りのファッションですよね、新しいファッションとしてそしてお守りとして、まあ、全世界広めていきたいですね。